この番組は「さらば青春の光」オフィシャル YouTube チャンネルを金ステーションにお送りしますいやーこんばんはあーこんばんはえーっと何ぶりや言うたらあれかえ何ぶりうんまあ2週間ぶりぐらいかなんやそれ <laughs> いやちゃんと時間の経過で言うんかい, <laughs> いなんかの時の現場ぶりに今日会田 <laughs> なとかかと思ったわ 激鎮を取るのが、っていうことね。日本取りやから。あ、日本取りやから。あ、まあまあ、そうか。あの、じゃあ先週の続きで言うとさ、西村の結婚式の二次会行って、なんか、その前にさ、あの、田淵は知らんと思うねんけど、ケイさんと同期、だから俺らの一個先輩の、元ワラサギっていうコンビの先輩いて、の、 ツッコミの浜さんっていう人が結婚しはった。へぇその二次会にも参加させてもうてて。あ、それは知らんかったそう。だから、東京石本の一個上の先輩方がいっぱいいらっしゃって。あ、ほんの俺らの同期ぐらいいっぱい行ってたまあ、俺らの同期やったら、まあ、タクとか、ちょこちょこやね。はいはいはい。の感じ。うん。で、まあ、楽しく飲ましてもらっておめでとうございますって言って、で、帰るってなってさ。うん。 あのー、あの、獅子頭の浜中さんとかあ、浜中さん。ピスタチオの伊地知さんとか。はいはいはい。皆さん同期で。そう。新宿駅に向かって歩いてたんや。うん。らこう、まあ、お酒も入ってるやんか。まあ気持ちええわな。うん。いやー、浜さん結婚しましたね。みたいな。うん。なんかいい顔してはりましたね。かっこよかったっすね。うん、みたいな。そうだなー。伊地知さんもなんかこの、酒も入って。うん。 なんかこの、感慨深くなったのか分からんけどさ。<ー>イん。様の単独お疲れ様でしたとって俺言った。うん。単独あれ、かっこええやん。かっこええよ。そう、テーブルとかして無限でパンパンしゃってさ。いや、すごいよな。初のピンの単独お疲れ様でしたって言ってさ。うん、いや、さ、俺もさ、あのーうん、い家の会社もとかあっ,たあったけどさ。い<や>でもさいやむ、俺もさ、絶対にその、またやってやるぞって言ってさ。あのー、まあかっこ悪いけどさ、そのお客さん来てもらうためにさ、まあチケット売ったり自分でするってさ、って言って。 でもさ、絶対にまた、あのー、売れてやるんだってさ、うん、そういう気持ちでやるからさ。うん。言わんちょっと似てんな。いや、いじちさん、ベロベロですやんか。言ったら、<laughs> 俺酒一滴も飲んでない。嘘 <laughs> 普段のいじちさんの喋り方で俺勝手にベロベロやと踏んでもん <laughs> っと、踏むな。気ぃつけなあかんわ。ベロベロやと踏むな。なマジで気ぃつけろよ。気ぃつけなあかんな。いじちさん飲んでない時多い。 あ、でも俺、ゆりさんって酒好きなイメージだけど、ちゃうんそう、だから元ホストっていうのもあったから、もう酒なんか、めちゃくちゃ飲んだよなと思ってたら。そうやん。も昔、キムとかもよう飯食べてもらってたから、うんうん、飲んでると思ってた。一滴もその日飲んでなかったんで。うわぁ。あすいません。って言ってた。めっちゃ変な失礼なことやし。失礼やもうやばいやん。めっちゃ変だな。いじ、いじり方みたいな。<laughs> うん、すいません。確かに喋り方は、喋り方は、結構独特やから、酔うてんのかなって思いそうやけど、うん、でも元々の喋り方知ってるやん。 一緒やったんちゃうん今考えたら一緒やったな。うん、か、ちょっとこれ、マジで山添ちょっと酔うてたって説あるんちゃう <laughs> 俺が酔うてて、てて耳に鈍ってて <laughs> ふ。普通の白服の伊スさんが酔っ払って聞こえたっていう。<laughs> ありえるだよいいよいいよ。てて <laughs> <laughs> しかもそんな話の内容やからちょっと酔うてんのかもって思うよな。で、思うやん。思うなそう。あれトラップやわ。何のトラップやねん。席 <laughs> ス,スタート山添トップ。 インディアサブチの激イタチンドアツ今日は綺麗に決まりました。今日綺麗やな。最近いいですね。ね。揃ってきてる。足並みが揃ってるわ。1年経つと変わるね。変わるね。変わってくるね。かも。アホやったよ。やっぱスタートした頃の俺らは。あ、違う違うね。やっぱりええ顔してるもん。え、1年前と全然違う。1年前と今の山添。全然忙しさも知名度も。全部ちゃうよ。やっぱり気合入ってるよ。え、これやっぱ。 ゲキータ効果なんだ。ゲタ効果なんでしょうそう信じたいでしょうそれは。だってあんだけ、水面から始めたラジオやのに、うん、始めたて当初で結構、行く現場行く現場で聞いてますって言ってもらえて。めっちゃ言うやろやっぱりこう、気持ちの面での活力にもなってるし、うん、再生回数はビッグズが変わらんけど。全く変わらん。すごいな。のの完全に天井。早っ <laughs> 天井低 !1.3 万回。 これが天井です。ちょっと、ちょっと天井低ないですかいや、そはね、声だけの音声でやっぱね、ラジオやから、やってるからっていう、言い訳はでもしたくないやん。したくないなラジオやのにめっちゃ再生回数いってるやんけやん、やっぱ。そうや目指すのは。だってその言い訳できひんような、あの、チャンネルでやらせてもらってるからね。そうなんや。そうよ。言い訳なんかしたら、泥塗るから。そうよ。ほんまに。一年経っても来るから。 サムネのせいで聞く気せえへん。<laughs> やっぱり他のチャンネルでやった方がよろしいんじゃないでしょうか。<laughs> それめっちゃ言われるよな <laughs> それめっちゃ言われんねんなこれはもうコンクラベよ。コンクラベなのこれって。まあ、続ける俺らと。ま、確かに俺らは変える気ないからな。コメントに書くやつらとの。確かにそうや。うん。<laughs> ほんまやな。確かに、めっちゃスタートの時から今まで丸一年ずっと言われてるもんな、それ。そうやで。ひどい話やな。いや、でももう、この、さ、うん。スタジオがさ、うん。まあ、だいぶひどい環境でやってるやんか、このラジオって。<laughs> あ、何がですか <laughs> スタジオがひどい環境はどういう意味やねん。まあ、その視聴回数伸びひん言い訳としては、 うん、とんでもない劣悪な環境でやっぱ撮ってるやんか、俺ら。<laughs> とんでもない劣悪な環境いや、<え>それ、<laughs> 俺の部屋のこと言ってる、それ。えぐ <laughs> いで。やっぱさ、テーブルの下に、おい、醤油のボトルを置いてあるやつんち、俺信用ならんのよ。お前な言うな、それ。こんなとこで。ぐっちゃんぐっちゃんの家。もうやっぱルーズな人の、もうこれは、証明ちゃうか いや、ルーズや。俺はルーズやけど。醤油ボトル、ゴロゴロ。俺、ルーズじゃないって言ったことあるかここキッチンなんここキッチンちゃうねん。ドア、ドアへだけど。キレこや。キレイなつくんここキッチンちゃうねん。何しとんのよ。や、あぐかく絶滅な全部。そのさ、やめや。その、だから俺は次な。ちょっと一回映していいほんまにやめろ。あぐ。マジでいいけど。 マジでいいマジでいいなんか撃つとんかつーーもん、パッと見た感じ,じないけど。別にないうん。大丈夫かえー、激った沈道地を撮ってるルームツアーです。どうぞ。ルームツアー。タブゃんちまチ。タブっちゃんチこれ。見て。うわー <laughs> そこ地獄こすごい地獄やろ。そこ地獄やな。 そこまで映すなやん、角まで。で、これが、下、醤油のボトル見えますでしょうか。醤油映すなよ、ね。これね。醤油映すなよって。こんなんが普通に置いてある家、俺は信用できへん。信用ってなやねん。いや、そのさ、もう別に言わんかったらええやん。で、映さんかったら分からへんやん。言うやん、俺って。俺といえば。そういえばお前って言うよな、めっちゃ。 俺はでも、一回も俺はルーズじゃないってお前に言ったことないもんな別に。ルーズじゃないやつのふりしたことないもんなない、ないけど。ないやろ口を開けば、もう俺変わんねんって言ってる。そいつやば。そいつやば。いや、お前のことやば。めっちゃやばいね。お前呼んで、そいつ。しばくはちょっと。いや、そのさ、言っやんけ、さっきちょろっと俺、ラジオ撮る前に。今な、ラビットのニューヨーク不動産って言うやつでな。もう家決まってな。 そうやね。引っ越しの準備してる途中やねん。うん、でな、次やっとちょっと部屋広なんねん。そうええー、部屋やったよ、見たよ。せやろ、うん、だからな、あんだけ広さがあったら、うん、多少の人数やったら、呼べるし、家でみんなで芸人で集まって、うん、飲めるやん。うん、今の部屋無理やん。今の部屋なんて呼べへんわ。そ,それを言うとんねん、俺が。<laughs> で、お前が怒ってもう一回言う。だから、 次の部屋は、ちゃんとその環境を保つために、いつでもみんなが遊びに来てもらえるように、散らかさないように綺麗に保つよ、それは。この部屋が散らかってんのは、その時のための振りや。え田口前の一人暮らしの部屋めちゃめちゃ散らかってたのに、マジで本気やん。もう一年以上も二年も、三年も部屋綺麗やん、ずっと。にすんねん、俺は次。それの振りや。布石や。いやいや、もう、もうそれが今、うん、これ見たことか、のフりになってるやん。 ほれ見たことかの振りには別になってないやん。なってるやん。なんでなってんのほら、ぐちゃぐちゃなってる。のほら。もう今、俺はもう、かわんねんの方の振り作ったやん、今。いや、ちゃうて。そっち、安手じゃない。安手の方じゃない。安手の方じゃない。あんま安手やで、それは。いや、そのまま行ったらな。そのまままんま行って。次の部屋もまた散らかってて。ほらは、安いやん。安いよ。先点やん。ヤオタ単ヤオやん。タンヤオのみ。タンヤオのみかい いや、俺、タイヤを飲みがためた布石してないんだ、今。やっぱ俺、リーチしてほしい。お前、中連ポートや、俺が狙ってるのは。お、いやいや、もうそう、思い切んな。え、ちゃうん行き過ぎこれ。インナミが死ぬやつ。いや、そうそう。第三元や、俺が狙ってる。ああ。な白髪チュン白髪チュンやがな。揃えたるがな。白髪チュンも置かへん、今日の部屋にはもう。何にも置かへん。ん。麻雀牌の9個すら置かへんから、そんなもん。何にも置かへん。 すっきりしたなぁ。田淵ってお前に言わした。そう。マジで。マジで。マジです。俺今回本気やから。<ー>もうもうほんま、ちょっと、もう恥も外分もなく言うけど、うん、俺はもうモテに行きます。今まではモテてなかった。逆に言ったら。モテて、モテようとしてなかった。モテる動きはできてなかったよな、全然。やっぱヘアとか。こだわってなかったし、全然。あれ以来チュンチュンとは。何やねん、チュンチュンってお前。<laughs> さらっと。 何してんねん。何や、チュンチュンって、いいるやん。何や、君その、国民が知ってる分その彼女国民は知らんねん。埋もれてもうて。もっと知ってほしかったんやけど。どっちかと言えば。どっちかと言えば。ちゃうねんって、だからその。どうせ出んにやったら知ってくれってそうやねん。ちょっといろいろ重ってな、みんなには、あんまり届かんかったけどさ、チュンチュンってさらっと言うな。俺の地元の友達が勝手に、いきなり LINE 来て、 なんか、チュンチュンと撮られたけど何言って、いきなり、すずめちゃんっていう名前やったから、チュンチュンっていじってな、言ってきたやつを、もっとみんなが言ってるみたいにさらっと言ってくんな。今聞いた人が、チュンチュンチュン、えチュンチュンっていう人となんか撮られたんとか思うやろ。ややこしいね。今回から聞く人もおんねん。このラジオ。おるかおらんのかいねほんまに同じ人間が1.3万回再生してるってこと毎回。そうやそうや。怖そのラジオ。ちょっとずつ減ってんねや。ちょっとずつ減るなや、ほんで。 何してんねん、マジで。説教だけの回、またやるぞ、ほんま。<laughs> あの回、俺ら気に入ってねえからな、めっ俺ら気に入ってて、一番激痛やと思ったら、うん、結構、その、傷ついたリ,あのリスナーもおるっていうな。あ、そうやねん。そう。ほんまに怒ってる感じ。そ <laughs> ゃそんなんじゃないね <laughs> そんなんじゃないから。うんまに。全然怒ってはないんやけど。でも、しっかりしてやっていう。じゃち、ちゅんちゅん以来は、あのー、チュンチュン以来って、ね、あれか。寂しいんか。いや、まあ、そらそんなにやっぱり、 潤ってはないわな。ただいさえ乾燥する季節ですよ。こんなもん。部屋も広なるで。部屋広なるんですよ。<や>で、今回あのー、言うて、ワン L に住みますんでね。おその、夢のワン L や。夢ですよ。やっとですよ。だから、寝室を作れるわけですよ。今までその、キッチンのみの男は。誰がキッチンのみやねん。そんな部屋、シュートミトクもすまんやろ。<laughs> いやいやいや、シュート見とくやったら済むかもとは思わん。<laughs> 思わん。思 <laughs> あの人自分の時間大事にする人っぽいや。今のちょっと無茶しすぎた。無茶しすぎた。無茶しすぎた。料理の鉄人辿っただけ。<laughs> <laughs> それね。道場六三郎と迷った。フレンチの境と。<laughs> <laughs> いやだからもう若い世代なんかからんから。すぐこんなにするけど、俺ら。じゃあ寂しいんやったらもう、プレゼント渡すわ。 えプレゼント渡す。何プレゼントいや、寂しくは過ごしてるけど。うん、ね、部屋も広くなる、ね。部屋広なりますね、今よりは。だ、もうこれプレゼント。何よ<ょ>はい。<よ>はい、ほんまに何お前これ。お前これス、す、すずめのおもちゃ、チュンチュンやないかよ <laughs> スすずめのおもちゃすずめのおもちゃくれた何これなんでこんなん持ってんのこれは <laughs>、あの、 このの間ラビットでな、うんうん、何ねちダブルアートさんああが出てはったあの時山添そうおっさんなんじゃもんじゃゲームではい、はい、来られてて、うん、でタグさんが俺にプレゼントでくれはったやんなんでやどういうメッセージやいやもうこれボケよタグさんのあ,あそうなのん,、うん、んかみんなに最後なんかあのー、プレゼントあげるみたいなノリがあって俺にはなんか知らんけど <laughs> ちっちゃいスズメみたいな。<laughs> <laughs> 意味わからんの意味はわからん。ほんまに。意味わからんねや。マジで意味わからん。うん。<laughs> けど俺の中ではその日、こいつはすごい大きい存在やってん。<laughs> あ、そうなんというのもね。うん。こないだの火曜日のラヴィット見た。どの、どの回やったんやえーっと、どの回やっ,ったの日本の社長と、伊達様と、京都のロケ俺行かしてもらったやつ。へぇー。あ、俺そのロケ見てないわ。 怖いうん。何もただただ楽しいロケやん。そうやだって様ともめちゃくちゃ楽しいロケしてさ。めっちゃ楽しいやん。うん。で、あの、だてももう普段の雰囲気、スタジオの緊張感がまたちょっと、ちょ、ない感じで。うん。うん。なるほどな。ワイワイする。そう。ロケの時のその緩い感じ。そう楽しいロケ。で、日射も初めて一緒にロケして。 まあ、楽しかったんよ。<や>なんか。楽しいやろ。課長が合う4人というかさ。めっちゃいいメンツやそう。そのロケがオンって言ってみんなが楽しもうと思ってたらさ。うん。なんかあのー、これがアップされる頃にはもう TVer 見れへんからあれやけどさ。うん、うん。えぇ、ー、東京フレンドパークみたいなノリがあって。ほう。いろんなミニゲームをやって、買ったら、うん、その人ダーツの矢アもらえて。なるほど。で、 そのダーツの的があって、その的に、それぞれが、あの、叶えたいことが、書いてあんねそう。なるほど。若月千奈ちゃんやったら、海外ロケとかさ、スノーマンサックンやったら、冠企画みたいな。自分の冠企画。も映画の。な。俺んとこ、俺、そんなん一切聞かれてない。え俺んとこ、バンジーって書いてあうわ。山添バンジーって。やば。 その的めっちゃでかい。やばっほんでさ、俺もう、うん、なんですかこれみたいなこと言ってさ、うん、でも、マジでダマまでやってたんや。そう。な<の>やられた思ってさ、俺。やられてんなぁ、うん。で、加賀屋の、加賀くんとかがダーツには結構ゲットして、うん、自分のあの、あのー、か、加賀がダーツなんかほとんどやったことないのに言って、うん、なんか、インスタかつツイ だ言ってて言たたわそれのことかもう神業連発してたよ自分の叶えたいやつ当てる。うん、相方の叶えたいやつ当てる。すごい。で、パジェロ当てる。パジェロ当てたよ。うん。パジェロ当てて。めっちゃすごいやん。めっちゃすごい。え、パジェロマジなのパジェロは模型よ。もちろん。模型。うん。このノリもきっちんしてるぞ。面白,<れ>面白いなだから、その、やっぱ、 見る人の期待あおるためにやっぱパジェロ当たったら盛り上がるやん。盛り上がるやん。そのパジェロも加賀くんは。おいつすごいやん。そう、い抜いてんねん。で、よっしゃよっしゃと。俺はもうバンジー当たってないから。よーしなって。かがないっすとか言ってさ。そうそう。バンジー当たらんかったらさえええもんな。そう。で他の人が矢投げるってなっても、さっくん当たれとか言ってさ。うん。なんとかバンジー避けてて。すごいな。そう。で最後俺も矢もらってて、一歩。で、それ、矢が、あの、俺はもうただただ、 サックんのこのピンクのトやってんけど。うん、そこに当たんのが一番ええなと思ってたよ、うん、もう他の人みんな、あの、ちなっちゃんが海外ロケも当たってたし。あ、そうなんうすごいな。だから、ここはもうサックンの冠企画を俺がい抜いて、バンジー回避しつつ、みんな笑顔みたいな。みんな笑顔。うん、で、サックンの、サックがなんか、俺と一緒になんかロケしたいとか言ってくれたから、お、いいね。サックンの冠コーナーにお邪魔するとかできたら最高やでと思って、 ピンクだけを思って、うん、こう、ダーツをこう投げんねんけども、投げるわなもう、ダーツの的見たら、うん、バンジーのとこしかもう見えんくなって、手元力入らんくて、<laughs> ヒュロロロローつって、あの、ほんまに本家のフレンドパークのさ、<laughs> うん、的の外の下の方当たるって、あれやん、後ろの壁、あ,<る>あれなって、あれなったで、川島さんに、 ここバンジーですよって言われて、手書きで書かれて、うん。いやい書いてませんやみたいな。あって、うん。やるか、飛ぶかーみたいなこと言って、うん。で今日、その日、あの、キーワード俺、うん、俺。絶対トバンジー。トバンジーや。絶対トバンジー。絶対トバンジーになってた。なってた見た,見た見た見た。そ,うそれは絶対トバンジー出したんよ。うん、ね。そしたら、あの、じゃあ分かったと、川島さんが。うん。もう番組のラストで。なんかね、えっとね。 アセイが出したんかな、うん、ミニゲームの1個でテトリスが気持ちいいって言って、うん、その気持ちいいコーナーだったんやけど、うん、そのテトリスの勝負でテトリス一家っていうぐらいテトリス得意なラビットの1年目のスタッフさんがおってそのこと対決するみたいなのがあ、うん、ったから、じゃあそのこと対決して買ったら山添バンジー回避でいいよってって。お<う>で対決することになったん<う>負けて。うわ、でもうまっかった。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうま、ん、い。 ふざけんなみたいなこと言ってさ、負けたるな。ごねるな。ごねて。ごねるな。納得できるかとか言って。できるだろ。で、ダーツの矢は、あの、あやねちゃんっていうんやけど、その、いじめの女の子。キテトリスぎかの子。うん。で、あやねちゃんがダーツの矢1個ゲットして、うん。で、その子がまた1本投げるって言ったら、その子が、山添バンジー刺して。うわもうこれは完璧やな。もう。なんか全部用できてんな。もう、もう、避けられへん。逃げられへんか。 ほんでもう、みんな、言うァーってなって。やばー、もう。気づいたら、タグ、うん、さんがくれた、ちっちゃいチュンチュンだけが、俺の味方やった <laughs> そのチュンチュンをお前にやるってっ。長説明。<laughs> そうやんな。<laughs> この話じゃん説明なの。はこの話のスタートって、この、すずめの説明やったよな。タグさんが、長ほんとちっちゃいボケでくれたこのすずめ、俺にとってはめっちゃ大事な存在。握りしめったんや。うん 仲間やったんやん。そう、仲間。何やねん、めっちゃ大事なすスズめくれるやん、俺に急に。でも、うん、来ててん、俺に、インスタの DM で。何チュンチュンを持ってるのは、山添さんじゃなくて、田淵さんなんじゃないですか。そいつ呼んでこい、ちょっと。<laughs> 何や、そいつ。俺でもないわ。<laughs> 確かに。なるか、俺別にガチのすずめと同行ううとかないからな。<laughs> これガチすずめやから。<laughs> 何してんのよ、それ。 という経緯のね。すごい経緯やな。捨てんなよ、これ、引っ越しの時に。俺の大事なスズメやから。このラッピー人形の横に置いとくわ。お前の大事なスズメむっちゃすぐくれるやん。いや、もうそれは確かにと思ったよ。違う鳥の種類やったらもう俺の鳥やったよ。<laughs> だけど、スズメこんなさ、俺らにさ、うん、あらゆる生き物、あらゆる、なんかちょっとしたおもちゃ、何、うん、でもええ中で、うん 鳥ってなって。うん、その種類で、ズメ来る鳥の中でもな。スズメになったら食べっちゃうよ。いや、タグさんにもろてるやつやからなぁ。タグさんから山添山添から俺に来た鈴芽うん。なん、みんなになんて説明したんやねん家に、次の家に置くときこれ。お、鈴芽置いありますけど <laughs> えやえやええ、説明して。その説明の練習しようか。ええー だってそれ。いや、今のめっちゃ長いで今の説明。そう、だから上手いことしてよ。その英尺で、うんあ。いや、これ。これむずいやん、相当。経緯全部説明するってなると。めちゃめちゃむずいよ。いよでも、その、フライディアの記事知ってる人からしたら、この疑問見た瞬間、やっぱ、くす、うんうん、ってくるはずないくすっ,っていうか、うん、あの、ど,でもどういう意味って思う <laughs> その、なんなの <laughs> <laughs> 一緒に住んでんのとか。なるやん。な、なんなん、うん、どういう意味で置いてんのってなるやん。うんうん、いや、だから困んねんの説明って言われても、だから、このスズメは、その、え、え、田渕さん。んえ、このスズメの置きいんなんですかあ、これあ、あのー、ま、あ芽の置きいであってんねんけど、うん、その、もともと、このスズメの置きダブルアートのタグさんが、山添にあげたやつやねん。うんうん はあ、けど、はい、その、一旦山添の手に渡ってから俺に来てるわけなんやけど、はい、っていうのもその、この三つ目、山添の門やったんや。はい、山添がな、あの、ラビットのロケがあって、はいはい、そこであの、そのダーツの企画があって、で、ダーツの大部分を山添バンジーって人が締めててな、はい、山添がそこに当ててもったらバンジー飛ばなあかんみたいなのがあって、はい、で、それでなんとか回避しててんけど、結局最後、 山崎が投げた時にもうまた外れてもうたと。はい、で、そこに、そこもバンジーですよって川島さんに言われてもうて、えー、なんでやねんって言ってたら、ちょっとまた違う勝負して、じゃあこの勝負でもう、負けたら。 もうこれで観念しま、しましょうっていう話になって。で、結局その勝負にも負けて。はい、ほんで、結局その勝負した相手の女の子がバン、ダーツを投げた時に山添バンジーに当たって。結局山添はもうバンジーに行かなあかんってなったっていう状況の時に、みんなを、みんなが敵に見えてる時に、グーって握りしめてた、えー、唯一の仲間が、このスズメのおもちゃやねん。 で、自分が持っとくべき仲間なんやけどと思ってたら、山添にお客さんから DM が来て、すずめ、チュンチュンを持っているのは山添さんじゃなくて田淵さんなんじゃないですかって言われて山添が俺にくれたすずめのおもちゃやねはぁ、あ。ウケるな。ウケるか長 <laughs> そんなに短くもできてへんし。じゃあもう嘘つこ 嘘うん。いや、だから俺の部屋に置いとかん方がええやん。いやいや、嘘つかないか嘘ついてええから、タブちゃん。そんなもんもう、こんな美味しいおきもん家にあって食いついてもらったらもうこれラッキーやねんか。お前いらんだけちゃうんかこのスズメ。いや、俺がこの部屋に置いとく。俺、俺の部屋にあるスズメとタブちゃんちにある部屋にあるスズメ、どっちがおもろいって言ったら絶対タブちゃんちにある方がおもろいやん。ごっつ好きそうやん。俺がその。だからもう合わしたらええって。もう俺、俺がもう<ん>言ったらじゃあもう、 う一旦。これ、こういうのあるよっていうのを。うん。教えるわ。え、どういうことどういうことこういうのあるよ。うん。こういう方向でもう作ってもええよっていうのを教えるわ。返し方。聞かれた時の。あうん。教えてくれるのうん。田渕さん、これ。うんこれ、すずめのおもちゃ。これ、フライディア、だ気づいた。いや、そういうことで気づいた。何してんすかもうええってよ、もう。 や、フライデー。みんなや知ってたいや、知ってましたよ。見ましたもん、だって俺。そうや。そう。え、そうなんすかあのー、そう、すずめさんっていう方とな。はい。五反田で飲んでな。はいはいはい。家持ち帰ったんや。んでな。そういうことするがな。で、果てたらな。はい。寝てもうたやん俺も。ああ、はいはいはい。お酒も入ってるし。なるほどね。終わった後にね。で、朝起きたら横にいい日にったん すずみちゃんいい品かって。あ、先に出ていきはったんすかねあ、うわー寝てても、出てったん知らんかったって思ったら、うん、彼女が寝てたところに、これ一匹置いたって。うん、<laughs> これや。どれやねん <laughs> やるかこれ。もうあげるわ。いや、いらんわ。今日いらんの2個もくれたやん。持ってって、持っていくか マジで置いてるたい俺の気持ちが変わらううちに持ってって。いや、バリ不燃ゴミやって。<laughs> マジで。もうえへん。バリもえへん。何なんなんもうだ俺がこれを家に置いておくことによって変な嘘つかなあかんくなってる、うん、笑い取って。取れるか。これで笑い。<笑>誰が笑うねんマジで。ごっつんゴール決めて。どこがごっつんゴールやねん。<laughs> しんどい自分で全部ドリブルしてやってる。<laughs> どこがごっつんゴールやねん、そんなもん。ゴールも決まらんわ、ほんで。 あかんって、もうややこしになるやん、もうそんな変、もうそういう変な作り話をせなあかんくなるぐらい。じゃあもう一<う>これ、説明せずに。うん、いや、聞かんといて、が一番おもろいかもな。<laughs> なんかあったやん。<laughs> <か>いや、もうこれはもう聞かんといて。<laughs> それぐらいが一番おもろいじゃん。自分で置いといて。うん。 ああ、まあ、聞かといてって言うために置いとくみたいなな。うんうん。ああ、その方がいいか。じゃあ、こんなとこ置いとくなぐらいがいいじゃん確かに。うん。ちょっとそういう俺も、あの、なんか、謎大きい男は憧れるから。影のある。うん。うん。あ、ちょっとそれはもう、聞かといてって。うん。自分で、す、すずめの置きも置いといて。大事にしてる。大事。で、聞かといてってね。や目につくとこに置くなやじゃんめっちゃ引きずってるやん。 引きずり方めっちゃおかしい。引きずってるっていう自分への演出なんだ、ま、全然意味わからんって。引きずっててその子にまつわるおき物をくってないやねん何やねんいやもうこの話いじってきてんのお前だけやねんもういよいよ。いつまでやんねんこの話。なんでこんな味すんのしてないねん <laughs> ほんまなんで周り、うん、そんないじらへんのまずガム見つけてないねみんな。え知らんねん。あんまり。 そ<あ>んで、そうそう見つけた時ももう時間経ってるから、もうそんな時間経ったかも食わへんやろ。で見つけた人もあんまいじらんよな。うん、なんか、その、俺だけやで。何分も何分も吸ってさ、号外号外ってやってんの。いや、もうインク薄いねん。同 <laughs> じの釣りすぎて。<laughs> 読まれへんねん。え何、何 <laughs> な,なんか文字書いてあるけど、みたいになってんねん。あかんって、その。<laughs> いや、その俺が、 さらに他にいじってもらえる要素がまたな、出てきてないっていうのも俺のせいかもしれない俺のせいもあるかもしれんけど、にしても一個ちょっといじり続けすぎやろ。<laughs> こんなかこんなになんかないやまあ、うん、くどすぎたら逆におもろなってくるんかなとは思うんやけど、うん、今、くどすぎておもろくなるまでの途中から一番おもんない時期やと思うねんか。一回寝かしたらまた味するようなさらに。 あまあまあまあ寝かす。そん時までこの置物はずーっとこう、踏ん張ってくれるよ。ほんまああま忘れへんためにも置いとく。いや、いや、うや、ラッピー人形、くれないの豚って、トトロあって、意味わからんスズメ。意味わからん、デカめのスズメ。そうやんな意味わからんやな。あって思い出すよねそう。これは面白い。いや、田淵が、 にまつわるもんしかないやん、ここ。園芸グランドスラムのバッチ。うん、で、ラビットいっぱい出させてもらってる、ラ,ー人ラビット。で、ジブリ好きや,好きやもんな。ジブリ貼って、ど真ん中よくない <laughs> なんでど真ん中にすって、すずめ入れたん <laughs> なんなん、これ。このすずめなんですかって言われたら、うん、あの、聞かといての前に、うん、あ、すずめちゃう。チュンチュン。とだけ一回言って。すずめちゃう。チュンチュン。 いやけど、ちょっとそれに関しては聞かんといてって。変じゃない <laughs> <laughs> なんでチュンチュンには訂正したん <laughs> スズメでいやみんなスズメって思うやるみたいな。い名前付けるやん、大事なもんって。大事なも、うん。もう置物には名前付けへんやろ、別に。そうかなそうやろ。変な。お前だけのルールで喋ってる、ずっと。もう、一対一やからな。いいま、いろんな人と喋ったら田淵の方が変って分かってくれんだろうけど。またやん、それ。うん。いや、わかんねえって、リスナーさんがまた、 これ。山添のが正論やって言う人が多いから。そうそうい,うい,やいやあのー、俺もう一年さ、俺らやってたらさ、うん、リスナーがさ、冷静なことぐらいもう、重々承知やだって一年後でもさ、冷静サ,サムネがキモいとか送ってくれんねんで。あ、うん、え、でもこれがさ、うん、同じ人じゃないと思うねいやいや、もうみんな冷静よ、そこは。その、サムネキモいけど好きって言ってくれる人もおるとかね。 冷静な人は一年続けてこんなラジオ聞かへんやん。そら。なんてこと言うね何かが欠落してるよ。んそんな冷静なリスナーに。うん、じゃあ最後聞こうか。何をこの、じゃあすずめの置き物。山添が持っておくべきか、田添ちゃんが持っておくべきか。いやだ、ここのリスナーさんに聞いたら絶対に田添が持っておくべきって100人おったら100人言うよえ。え、なんでなんで、なんでその自覚あんの <laughs> 自覚っていうか、山添が、 これは俺が持っとくより、田淵が持っとくもんや。って思ったって、さっきも言うてもってんねん。うん、じゃあ、みんなも、もうそうだそうだってなってんねん。なんでなんでなんで,なんでなんでなんでじゃないねん。いろいろ前例があるねん。そうかな。そうやって。たまるいわ、こいつ。ずーっと。一回も頭良かったことない。出会ってから。わからへん言ってることが。わからへんやろあ偏ってる田渕ちゃん言ってること。あのー。だって、 二分一やん、これって。二分一じゃないねな。な、やた俺が田草にもらったから俺が持っとくべきっていう意見多いと思うけどな。多くはないな。なんか物によんねん。うん、これがたまたまスズメやねん。スズメの置物やねん。うん、変なもんもらってんねん。うんうん。いやだから、変なもんやから、先輩からもらったもん大事に持っとけゃ山添って言うものじゃないからみんな言わへんねん。でもどっちが持っててもええもんやん。変な置物やったら。だから、先輩から直接もらった山添が持っとくべき。 やって。俺は、思う。思うやろ思う。だから、そっち派が多い気するよな。いつも、いや、俺が言う意見はいつも少数派になってまうねんこのラジオは。なんか知らんけど。だから、俺が山添が持ってくべきやって言ったら、それはもう少数派の意見になってまうねんどうしたんなんか最近、あれか <laughs> メンタル、しんどいんか全然しんどないわ。お前やで。しんどいってしたら原因。<laughs> 悲観的になってるけど。悲観的になってないの、ね、全然。大丈夫か大丈夫やねん。 触んないよ、左の膝ばっかりずっと。ちっちゃになるから、左だけ、<laughs> 左だけ。何してんねん。でも、それ聞こう。で、それで、もし俺が,俺が多かったら、もう俺また次来た時取りに帰るあ山添が持っとくべきやが多かったらな。そう。でもみんなこれ普通に考えたら先輩からもらったもんは、そいつが持っとくべきやんな。だからそれは冷静に、ほんまに冷静に考えてください。うん、チュンチュンはどっちの家に置いとくべきか。チュンチュンって呼ぶなよ。<laughs> スズメの置き物はで。明日。 オッシュこの番組は「さらば青春の光、人」オフィシャル YouTube チャンネルを金ステーションにお送りしました。